やっほー、皆さん元気ですか？アリナ事務所のようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひぜひビズのミュージックのチェックして続きましょう。そして普通に、まあ全部じゃない、でもほとんど全部ビズの公式チャンネルのミュージックはショートバージョンだから、この動画で3曲、3ミュージックビデオ一緒にチェックしてみましょう。そして、だからそなたを話してのミュージックビデオから一緒に始めましょう。そして確かに、この曲はビズデビューの曲でしょ？でしょ？はい。ぜひチェックして、チェックしてみましょう。3、2、1、GO!リズム好き、好き、メロディ。うん。いいね。おお、ナイス。あ、いや、本当にデビューの曲でしたなら、いいですね。まあ、個人的に好き。はい、そして次の曲は君の中で踊りたいというミュージックビデオを一緒にチェックしてみましょう。たくさんビズのタイトルって気になるですね。なんかタイトルだけでどんな曲かなってになる。じゃあぜひ君の中で踊りたいもチェックしてみましょうね。3、2、1、GO!コシナバンボーカル、高弘松本オンギへえ、それめっちゃ短かったなバージョンでした。それ、ショートのバージョンでした。ああ、でも曲はなかなかいいですね。1分しか聞いてなかったけど、本当に、まあ、どんな曲でもビズの曲なら私の好みだから、きっと、なんか、普通にビズの曲好きじゃないって状況も、ありえないぐらい。まあ、そして、3曲、レディ・ゴーランドのミュージックで一緒にチェックしてみましょう。この間にライブをチェックしてました。すごかった。うん、そして、ぜひミュージックでも一緒にね、チェックしてみましょう。3、2、1。
ナイス、なんか見たライブ似てるな雰囲気。なんかさ、見たのライブは、そしてこのミュージックドーショット場所のレディオゴーラント、別にどこでミュージックドー、どこでライブはあんまり、なんか、言えないでしょ。だってこの私は見たあのライブ、かなりミュージックドーの、も似てるでしょ。じゃあ普通に、ミュージックビデオでも、ライブでも、ビズ同じで、かっこいい、そして同じでなのか、全力歌って踊ってるもね。いや、実はこうやって、ミュージックビデオも一緒にチェックするのは、面白いアイディアだったと思います。だから、ぜひぜひこれからもライブパフォーマンスできちゃなくて、ミュージックドも一緒にチェックして続きましょうね。そして今日も私と一緒に見てくれてありがとうございます。アリナちゃんでした。コネクションよかったら言葉でもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。